人生を良くする占いの使い方コーナー。はい、やっぱ久々のようなね、なんかあの知らないうちにいっぱいコーナーができてて俺も把握できてないんですけど、はい、そういうコーナーですね。はい、わかりました。今回はですね、好きな色とラッキーカラーというのはその全然違うものなのかどうかっていう疑問なんですけれども。なるほどなるほど、はい。まあ、よくねラッキーカラー、ラッキーアイテムとか占いでねよく言葉を聞きますけれども、それとその好きな色、自分の好きな色っていうのはやっぱこれ異なるもんなのかなと。なるほどなるほど。好きな色だからそれがラッキーカラーになるのなってもいいかなとは思うんですけど。そうですね、なるほどなるほど。あのね、はい、まず、結論的には、はい、2つは違うものです。違う、違います。違うんだ。ラッキーカラーと好きな色は必ずしも一致するとは限りません。はあ。で、なんでかっていう話なんですが、例えばラッキーカラーっていうのはもちろんその色をなんかこう身につけたりうまく使うと、ラッキーになれるからラッキーカラーなわけじゃないですか、でね、好きな色っていうのはそういうこととは関係なく好きだからやっぱり身につけたくなるわけですよ、はい。で、好きな色を身につけててずっと不幸なやつでいるわけですよちっとも対応しないやつでいるわけですよ、だから実は色に限ったことではないんですけども、はい、好み、まあ、それは食事の好みであれ色であれね、あるいはもっと単純に異性の好みであれですね、好みっていうものはその人の運がそのまま出るというか、むしろ好みはもう運そのものと言ってもいいぐらいなわけなんですよ。だからいわゆる恋愛運が悪いとか結婚運が悪い人は、よりにもよって自分と合わないタイプを好きになるんですよ。なるほど。だからその好きだから好きだからで言っているともう自分の運がそのまま露骨に出るだけだから、それでもともと持ち運のいい人はいい人をちゃんと選ぶ。でその場合はラッキーカラーと好きな色は一致するみたいな感じになるわけですよね。だけどもともとその運の悪い人は、なぜあなたは似合わない色ばっか好きになるかなとかね、なぜ不幸にする色ばっか好きになるかなみたいな感じになっちゃうわけですよ。あ、なるほど。だから好みに、好みとか選択に運はまず露骨に現れます。そう、なぜそれを選ぶか、それがもう運なんです、その人の運なんですよ。なんかそういうのって例えばその好みってやっぱりどうしてもその黒とか茶色とかばっかり着る人っているじゃないですか。いますいますいます。でもう原色というかもうちょっと派手めな、好きなのもいますいます。それでやっぱりもうその好み変わらないというか結構そのまんまですよね、そういう人って。まあ割とずっとね通してる人いますよね、黒ずくめでいる人とかいますよ、ね。それでダメだったらちょっと変える勇気必要かもしれないですね。そう、色に限定しないんですけど、要は今まであるパターンを続けてきて、でちっとも開運しないダメだと、ってことはそのパターンが悪いに決まってるじゃないですか、だから変えるしかないんですよ。なるほどね。同じことを続けて運だけ勝手に良くなってくれたってそうはいかないわけで、そう、今までやってきたことがうまくいってないからこの結果なわけですよ。なんかいわゆるそのイメチェンというか、あ、そう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 、やってみれば変えてみればいいわけですよ。それでいい方にいったら全然いいことですもんね。そうなんです、そうなんです。でもそういう人たちって固執するんですよ、なんかそれをね、言われたままに変えてしまうと顧客に関わるとか、なんか俺がメンツが許さんとか、なんかそんな感じでですね、絶対ね嫌がるの、なんで変えるんですかみたいに思いっきり逆らうんですよ。いや、それもわかります、うん。でもそこはね変えた方がいいですよね。試しだ、とりあえず試してみりゃいいじゃん、はいはい。そう、ダメだったらね、また戻ります。どうしたらいいのかってみたいな、あるわけですよ。あとね、好きな色ってそのずっと変わらないのもあるけども、はいはい、今日の気分はこれみたいなのやっぱあるんですよ。で、意外にそれは運とかなんかよりもその人の今の体とか心の条件が出てるケースが割と多いんですよ。へえ。女性は比較的ファッションが自由だから、はい、いろんな色のもの着るじゃないですか、で男性で普通にネクタイ背広の方って、そんなに背広いっぱいいろんな色持ってるわけじゃないから、割とワンパターンになりがちなんですけど、はいはいはい、男性の場合はねネクタイのその日選んだ色ってその日のコンディションを割と表してるんですよ。だから単純に赤締めたくなった日って血気盛んな日なんですよ。アグレッシブになってるぞって感じになったりするし、あとブルー系の締めようって気になってる時は嫌だけどしょうがねえなっていう日にみんな大体ブルー締めてます。大体だから事務作業着って水色系多いじゃないですか。はあ、水色って義務と服従の色なんですよ。だからね、文句言わずに作業させようと思ったら水色系着せるんですね。へえ。ネクタイを自発的になんかそれ系選んじゃったら、俺はもう今日一日義務と服従だって思ってるとそういうの締めるし、で今日はちょっと一発かましてやろうって思う日は割と攻撃的な赤系の色つけたりするみたいになるんですよ。へえ。
じゃあ自らね赤色着て攻撃的にっていう風に調節というかこっちから変えることもできそうですね。そうそう、意識すれば。そうですそうです。だから逆にそう活気つけたいから赤つけるとかってあるんだし、うんうん、あと面白いのはね、欲が強くなってる時に黄色から茶色系統の色みんな身につけるんですよ。なんか黄色い服ばっかり着てるようなやつって欲求不満だと思った方がいいですよ。常に欲求に満ち満ちてるみたいな状態ですから。あ、そうですね、それちょっと参考になりますね。街中こう見てて、あまり危険なことはしないしないよね。まあまあまあ、これはでも占いではなくてもうむしろ色彩心理みたいなお話です。ああ面白かったですね、うん、はい、だから好む色っていうのはずっと変わらない、もう個性の色もあるし、その日その日のコンディションによって、うん、今日はやたらこれが欲しくてしょうがないみたいな色もあるよと、うん、でそれはまた今言った運の良し悪しとは別問題ですので。なるほど、うん、ここが問題なんですね。運のいい人は黙ってても自分を良くする色を好むんですよ。なるほどね、これはもう色に限らず運の原理なので、運のいい人は好き勝手にやってりゃいいんです。自分の思う通りにやってれば運がいいんだから。で 運の悪い人は自分がこれがいいと思ったのと大体裏を言った方がいいんです、うん、裏張りした方がいいんです、ね、運が悪いんだから最初に思ったやつは大体外れてると思った方がいいよと。ぜひ皆さん、はい、試してください。ということで、はい、ちょっとディープなお話になりましたが、いや、ありがとうございました。はい、以上です。また明日も見てください。